ルイス・メディーナ・カンタレホは、スペイン出身の元サッカー審判員。本業は、スポーツアセッサーである。FC バルセロナとレアル・マドリードの間で行われる、エル・クラシコの主審を務めることができた、限られた、審判員の一人であった。国際審判としては、2004年9月4日に行われた、ドイツ W 杯予選トルコ対ジョージア戦で初めて、笛を吹いた。2009年には、 UEFA カップ決勝の FC シャフタールドネツク対ベルダーブレーメン戦の笛を吹いた。デビット・ベッカムがレアル・マドリードに移籍して初めて受けたレッドカードはカンタレホによるものである。また2005年10月のイングランド対オーストリア戦でベッカムはカンタレホから2枚の警告を受けて退場した。イングランド代表首相が退場した初めての例であった。2006年4月、 ベッカムはカンタレホに対して彼はバルサファンだと発言した。2005年11月16日に行われたオーストラリア対ウルグアイ戦の笛を吹いた。この試合はドイツ W 杯の大陸間予選であり非常に注目度が高かった。この試合で彼は50ものファールを取った。パブロ・ガルシアがたびたび犯した危険なファールを見逃したりトニー・ポポビッチが アルバロレコバの顔に肘を入れた場面をイエローカードで済ませるなど、その判定には疑問符がついた。PK 戦の末にオーストラリアが敗れたため、オーストラリアのメディアからの批判の的となった。2007年10月 UEFA 欧州選手権2008予選のイングランド対ロシア戦で笛を吹いたが、ウェイン・ルーニーがペナルティエリアの中でコンスタンティン・ズリアノフを倒したとして、 PK の判定を下した。しかし実際にルーニーが反則を犯した場所はペナルティエリアの外であった。ありがとうございます。